ヘイムダルはどんな力を使う？サキミか。というより相手の意志、心を読むんじゃよ。殺意を読まれたところでこちらの不利にはならないだろう。お前さん、あやつを甘く見てはいかんぞ。いかなる動きも読まれてしまうじゃん。あやつと戦うなら奥の手というやつが不可欠じゃろう。わかるな？いいだろう。ドワーフに聞くぞ。ああ、お決まりのドワーフに聞くじゃな。旦那様、お時間いただけます？ああ、どうしよう、まずい。何が望みだ？ニーズホック様が殺されてしまったのです。その結果、子供たちが区界に放たれてしまいまして。それで？あいにくそれ相応の手本となるべきものが管理せねば、いたずらっ子たちが大暴れしますでしょう。放っておけば、あの子たちが区界を丸ごと貪り食ってしまうことは必然です。恐ろしい運命を免れるためにも、リントブルムたちを連れ戻してください。この私めがあの子たちの親代わりとなり、しっかりとしつけますから。子供たちは区界中の裂け目をむさぼっているはず。これで彼らを捕まえて連れ帰ってくだされば、必ずや私がお礼をいたしましょう。まさか一人で育てるつもりなのか？ええ、個性にあふれた生き物の管理くらいお手のものですよ。文字通り自分の別人格たちと格闘することに比べれば、一握りのリントブルムを育てるのなんて他愛のないことです。それはそれとして、他に何かお話ししたいことはありますか？さて、立つ前に何かご質問は？ニーズホックは気の毒だが仕方なかった。オーディンを恨め。この悲劇の元凶が主神であることは私も承知しております。あの人が後始末をすることはないでしょうがね。神が皆あなた様のように過去の過ちを正すわけではありません。リントブルムを見つけ出してくださいね。ご検討を。貴重なお時間をありがとうございました。お戻りで。ブロック、落ち着け、分かってるって。戻った。ああ、アトレウスを取り戻す方法分かりました。ヘイムダルに息子を殺されると言われた。その前に奴を殺す。ああ、殺す？あのヘイムダルを。確か負け知らずで先見できる厄介者でしょ。無理ですよ。どんな力があろうと、こちらの力でねじ伏せてみせる。よっしゃ、その息だ。奴の五感を交通渋滞させてやりゃい。役に立ちそうな代物を用意してやれるぜ。シンドリ、ドラウプニル持ってこい。ドラウプニル？大事な素材なのに。素材だったら十分間に合ってんだろ。だとしてもあれは武器じゃない。なんでまた。ああ、あれと組み合わせれば。その通りよ。こうしてか。やっぱり天才だ。いいでしょう。さてと、こうしちゃいられない。早速ドラウプニルを。ドラウプニル、やはりお前さんらが盗んでおったか。わしがオーディンに責められたんじゃぞ。盗んだだと？ありゃ盗みじゃねえ。そもそも送るべきじゃなかったもんをあいつから取り返しただけさ。それでヘイムダルを殺せるのか？まあいいから黙ってな。絶対ぶったまげるぜ。俺たちは天才だ。でもドラウプニルを保管するには。何か言いました？今度はヘイムダルを殺すだと。暴力で暴力を止められないことは君も理解したはずだろう。我々と息子に危険が迫っているならば、何
噂になったのか。当然だ。人を殺めば。これでお別れですね。ありました。多分ね。運命など信じていないのだ。みんな君の息子を心配しているが。もうやめて。ヘイムダルはアトレウスだけではなく皆にとって脅威よ。オーディンの右腕でラグナラクをもたらす角笛の持ち主、あの男を抹殺できるなら。おそらく罠じゃろうな。心が読める男じゃぞ。あやつに傷をつけた者など見たことがない。一人もな。ありったけのものを集めてきたぜ。どのくらいかかる？スバルとアルフヘイムで残りの素材を揃えます。言うまでもなく乙女にも合わないと。ああ。おっと。ふう、一安心。ああ、いた。クレイトス、参りますか。乙女。わしにもさっぱりじゃよ。正直この前の旅で自分に失望した。彼の争いからは逃れられ、君といても同じだ。もう行くのね。後ほど。いざ乙女のもとへ行ってきます。おーっと、待ちな。俺が思いついたの。俺が乙女と交渉する。一度も話したことねえしな。話せなくて当然。ブロックと行く。え、ダメです。私がいなきゃ。超えただろ。ぐちぐち言わず俺に任せとけって。なんだ、ねえ、あの谷野郎、邪魔する気か。残念でしたった。何だったんじゃ。シンドリが手柄を独り占めしようとしてよ。いつものことだ。そうではないもんじゃよ。一体あれは何事じゃ。どうせどっかのニザベリルのバカがくだらねえ真似したってとこだろ。それもこれもおめえらが余計な手出ししたせいだろうけどな。心配すんなって。腰巾着の生首ブロック様は用意しようとする。昔から出入り口はいろいろ用意してんだ。それこそ誰も思いつかないもんまでな。バカを探しゃしねえだろ。ブロック、ここはどこ。着いたぜ。立場に通じるかつての行動跡ってやつだ。上で待ってるぜ、デカブツ。ブロック、行ってしもうたわ。本当にブロックを連れてきてよかったのか。信用している。率直な男だ。下品な男でもあるがな。
な見た目で、エルフのものかしら。私たちが手を組めば、アースガルドが焼き尽くせそうね。そのつもりはない。何が言いたいんじゃ、女王様よ。別に何も。気の毒に、なぜここに隠れた。襲われるよりも飢えるのを選んだのだろう。理にかなっとらん。恐怖に負けたのだ。閉鎖されたのも納得じゃな。油が漏れとる。よ
ゃ。ブロックではなく、私を連れて行ってください。乙女との交渉なんてさせられません。ダメだ。二度と言うな。でも、どうしましょう。はあ、あの子が家出したのはシンドリのせいだ。ブロックの肩を持つなんて彼の戦士にでもなったの？そらまたじゃ。どうにも含みのある言い方じゃな。地の巨人がこんなこともわからないとはね。巨人たちはラグナロクの運命を変える謎の人物の存在を隠したけれど、あなたはそれが誰かすら気づいていない。神と戦い打ち勝った人物のことよ。私は予言の戦士ではない。そう、私は自分の意見を述べたまで。車があるならどこかに必ず鎖があるはずよ。刻印の矢は氷と神殿。門は繋がっているみたいね。遠くにある留め具を壊すの。
随分とまた威勢のいいグリームじゃったの。これではドワーフもここを取り戻せんじゃろうて。どちらかの門を開けないと。あの問い、前にも似たようなのを見たな。うまくいったわ。行きましょう。さっきのお前の意見だな。それが協力を申し出た理由か。私にラグナロクで軍を率いろと。それは私ではなくテュールの役目だ。どう見てもテュールはもうかつての軍神ではないわ。私とて同じ。かつての自分とは決別した。あなたは今も神殺しよ。何のためにこの世界に来たの？あなたは武器を作ることを選んだ。どうなるか分かった上で。私はただ息子を守りたい。分かっているわ。でもその結果、私がどうなっているか。刻印の矢は効かないわ。はて、三つ目はどこに隠したんじゃろうな。
さあ、背丈を聞いたわけじゃないわ。巨人がみんな大きいわけじゃないのは知ってる。背丈の違いなんぞ些細な問題じゃしな。手足の数もじゃが。ええ、その通り。グレイトス、あれは。
し、これで門を開けられる。なぜフェイのことを。オーディンは何世代にもわたって巨人族に敵意を抱き続け、彼らを二度も絶滅寸前まで追いやったわ。その男をあなたが止められるかもしれないのよ。フェイだってそれを望んでいたかもしれないでしょ。お前にフェイの望みなどわかるはずがない。あなただって考えたことはあるはず。彼女の秘密に悩まされ続けたと言っていたわね。疑う気持ちをフェイに打ち明けていれば、あの子に八つ当たりせずに済んだ。疑いなどない。過去の私に戻れなどとフェイなら決して言わなかったはず。言う必要なんてない。運命を見たんだもの。オーディンの家族が彼女に導かれたあなたに殺された。あなたをヨトゥーヘイムに導くことの意味くらいは。憶測で語るのはそのくらいにしておいたらどうじゃ。女王よ、今は何より互いに協力し合うことが大事だろう。そうね、余計なお世話だったわ。新鮮な空気にありつけそうじゃな。お前さんらも恋しかったじゃろ。近いな、風を感じる。怒らせるつもりも夫婦仲を疑うつもりもなかったの。ただあなたの心と本能がちぐはぐなように思えて、私も経験がある。ここを出たら私は少し距離を置く。その間に武器を作ること、そしてそれを使うことの意味をよく考えてみて。
私もここにいる間にいろいろ調べてみるわ。エインヘリアでバルハラに送り返してやるのもいいかもしれないわね。そりゃ楽しそうじゃな。え、来たか。待たせやがって。必要なもんは用意しといたぜ。ほんじゃあとはカジマに向かうだけってな。ファールキー。カジマはそっちじゃねえって知ってんだよな。